はい。えー、それでは明日の重賞ですね。中距離1400メートルの G3 ですね。えー、こちら、えー、ファルコンステークス、えー、いきます。えー、明日から3連休らしいですね、世間では。もう3連休って美味しいのってことで。まあ明日も仕事なんで、えー、休憩中に買いそびれないようにしましょうね、これね。はい。ファルコンステークスですけど、えー、と、事前調査で大体言うと、 たんですけど、えー、と、改めて、改めてっていうか前回これ言ってなかったかな。えー、と、先週の日曜日ですね、えー、中京の、えーと、1400メートルですか、同じ舞台。えー、両馬場でトリトンステークスですね。4歳以上、えー、1600万円以下のレースですね。えー、当選デューク、馬、え、場、ー、の3部どころぐらいですかね、から、えと、してきて、レコードが出ました。 ということで、えー、っと、今の中京、かなりの高速馬場だと思っております。ってことで、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、前回言うたようにですね、高松宮記念みたいに、えー、っと、先週までそんな時速くなかったのに、えー、その高松宮記念の週だけ高速カーッとしてくるって実、 えー、実際のことはあるんですけど、えー、逆に先週超高速オーバーやったのに今週、えー、JR のおばあちゃんがね、芝をもっきり掘り起こしてね、えー、もうバッバが悪くなりましたってこと、まずないんで、で、雨も降ってないんで、えー、先週ね。ということは、えっ、ー、と、先週のババがそのまま、えー、今週映ってるんで、えー、日曜日などの次土曜日なんで明日ね、えー、あの時計が、えー、ほぼほぼ出てもおかしくない。 で、えー、それを踏まえて、えー、っと、結論を言わせてもらうと、明日のレースはこちらですね。えー、先週同様の傾向ってことで。 え、伸びてた部分と言いますか、えっと、ま、確かに、え、内拉チよりは、ババの三部ろぐらいが、ま、内ラチはちょっと傷んでるんで、え、三部ろを通っていただいてですね、ある程度高速なんで、えっと、外、え、選手見たらわかるんですけど、ええ、外回しても全然届いておりません。やっぱり距離予想があるんで、どうしてもね。ということで、やっぱババの三部こえ、あるいはもうちょっと外でもいいですわ。え、そっから、え、別に先行でも、そこは別に差しでも構いません。 ええー、とにかくそこを走っていただくことが前提で競馬していただいてください。誰に言ってるんでしょうかね、これね。はい。えー、で、こちら、えー、今回6等あげました。いつも5等なんですけど。えー、あ、これちなみに、えっ、ー、と、先週の分ね、レコードですわ。はい、えー、早いね。1分19秒6ですか。えー、このクラスでも、それは早いですわ、これ。はい。 え、で、えっ、ー、と、今週ですね。えー、ファルコンステークスへロクト。えーえー、本命。えー、今のところも前回紹介した通り、えー、そのまま、ジョーストーリクトリーでいきます。はい。えー、今3番人気ですけど、これーズもまた全然変わると思うんで、多分もっと売れると思いますね、多分。はい。えー、だ紹介したので割愛しますけど、えー えっと、この舞台あんまりこれっていう、えっ、ー、と、傾向とかないんで、とりあえず左回りに勝してる、えー、馬で行きたいってことで、一応ドロストリクトリー選びましたってことで。えー、っと、まあえー、前奏ですね、アリントン5着だったんですけど、えー、っと、こちら、えー、っと最後直線ですね、えぇ、ー、豊さん、そのうち選んで、うちで、 えー、競馬してたんですけど、やっぱりちょっと前が開かずに、えー、不完全さも燃焼のまま5着と。で、えっ、ー、と、外から刺してきたペルシアンナイト等に負けただけで、特にうちは、打ち走って詰まったんだけが範囲なんで、特にそこまで悪い点はなかったと思います。 で、えー、その前に、えー、っと、500万ですね。中京戦同じ舞台で勝ってるんで、えー、この時、えー、しかも出遅れですね。えー、出遅れながらも前々追走して5番手まで追走してそこからまだ上がり使えとるんで、特に、えー、強い競馬だったことは思います、えー。人気に応えてるしね。はい、もう安城豊さん。えー、っとね、この舞台に、ね、豊さん、中京そこまでよろしゅうないんですけど、えー、っと、 まあ、確かに正直松山さんとこの方が、えー、実績あるんですけど、えーまあ、他のメンツ見てる限り、こんな帰ったまで打たかされたら勝てる、えー、奇襲じゃないかなと思って本命打ってますで。中2周っていう感覚は特に悪くありません。むしろ空いてるよりは、えー、ここ中23周できた方がいいと思ってるんで,、ねで、前走不完全燃焼んで、えー、それを活かして今回、えー、競馬していただきたいですね。はい。 Okay. <laughs> で、えっと、内枠も引けたんで、えこの舞台、え今のところ、ババさんもどころ走ればいいんで、内枠で問題ありません。特に外から回してぶっ刺す競馬戦でいいんで、えある程度前で競馬していただいて、ある程度上がり使っていただけたら、それでいいと思ってます。で、えっと、最大の注目といたしまして、個人的にジョーカプチの3区ってことで、えと前回、え事前調査で言った通り、えョーカプチ、え左回り千四4え数少ないですけど、えぇ、高層続きなんで、えこの舞台買っていただきたい。 いいと思ってますカプチーね、えー。ファルコンステークスと NHK マイル買ってるんで、お父さんね、頑張ってください。 はい。えー、太鼓ですね。ボンスエル・ビーソ。えー、こちらもほぼほぼ言うことないと思います。もう実績、えー、前走自慢3着。えー、その前実 2, 2着っていうことで、えー、十分強い競馬だと思います。で、前走、前々から距離短縮1400メートル。えー、ベストだと思ってます、ね。ダイアメジャー、距離短縮1400、うん、ベストですね。で、アンジュ・マツヤ君。えー、ベストですね。素晴らしくベストですね。えー、まあ、本命でもいいんですけど、えー、まあ、休み明けってこともあるんで、えー、と、そうですね。 うーん、本命でもいいんですけど、えー、なんか、ちょっとワンパンチ足りひんところがこの2層。まあ、確か相手が強かったんですけど、ちょっと出てるかなと思ってるんで、対抗止まり、えー、にしてます。えー、正直本命候補でもいいと思ってますけど、えー、一応対抗止まり。えー、3番手。えー、っとですね、こちらジャッキー,、えー。前回全く紹介しなかったんですけど、ジャッキーでいきますね。えー、っと、こちら、えー、っとね、2勝無敗、無敗 うん、二勝負けなしですか。ええ、左回り戦4も東京新馬戦でクリアしてますし、前走中山。えー、この間、なんか骨折してって3ヶ月空けたらしいんですけど、それでも、えー、ある程度外回らされながらも先行して、そっから、えー、上がり3位ですね、えー。全然強い競馬だと思います。はい。えー、言うことないですね、二勝。えー、実績ジェル回り、一回勝っとるんで、まだ、えー、悪くないかなと。はい。 で、休み明け前奏、えー、まあ出し切ったんかわからないですけど、えー、ここまた中に集で来るってことで、まあ叩き2層目になるんですか一応ね。えー、全然まだまだ、えー、チャンスあると思ってるんで、で、この人気なんでね、そこまで人気出てないんで、で、内枠活かしていただいて、ええー、と、上取ストリクトリ同様、ある程度前目つけて、えー、そのまま押し切ってほしいなぁと思ってます。はい。この人気なら、えー、3番手評価で問題ないですね。 4番手、マイネル・バールマンですね。こちらもカプチの3区。で、えっ、ー、と、前走オープンクラスですね。タイムトリップにコンマ1ってことで、タイムトリップ強いの分かってると思うんで、それに対してコンマ1の4着、えー、強いねだったと思います。で、このもう一応オープン勝って2勝してるんで、実績ある。で、あとは一応、あんまり金量気禁止ない派なんですけど、一応金利1キロ減ってことで56キロ、えー、前走57だったんですね。 うん3歳のこの、えー、っと時期に57キロはちょっとね、重いと思ってたんで、この時期に57背負って次56で減だったら、まず間違いなくプラスになると思うんで。はい。あとはまあカプチーン区ってことで、マイネルなんで一応柴田さんが乗るってうことで、まぁ、あ、大津さんに頑張ってもらいたいと。 こちら4番手止まり。えー、5番手高速コスレット。えー、暫定ネオン自転調査で一応対抗候補にしてたんですけど。えー、っと、やっぱり先週の、えー、バパパ見てる限りちょっと、 と外回してさすけば難しいかなと。で、安と戸崎くんはどうなんですかってことなんですけど、えー、戸崎くんもね、実績見てる限りで豊かさんと同じでね、中京の実績が特に、まあ、豊かさんより特に悪いんですね。で、えー、乗ってるくらいはまだ少ないんですよね。うん、ちょっと中京はちょっとまだ勉強不足なんかなと思ってますね。で、えー、と、客室がね、ちょっとやっぱりどうしても後ろからの競馬になっているんで、 えー、それ考えるとちょっと厳しいかな。まあ、この500万クラスまでね、ある程度前目つけた競馬してくれたんですけど。ちょっと、まあまあ、ここで遅れもあったんですけど、ちょっとまあ、前走も確かにもう、度外視でいいんですけど。うーん、まあ確かにね、G2 まで惜しくも届かず4着で悪くないんですけど。 今回一変して前目で競馬してた佐々木くんが裁けるかって言うとちょっと運なんで、ちょっと佐々木くんほんま、えー、今年買っちゃうとほんま佐々木くん来ないんで、ちょっと今回はもう個人的には買いたくないですね、ここでね。はい。で、カンカかった来るんやろね、これね。はい。怒りました。えー、で、6番手一応この馬打っておきますね。 大体最近当たらないくせにね、人気場をそのまま嫌うっていうのね。はい。それで、えー、毎回反省してるんで、今回ちょっとやっぱ、抑えに抑えておきましょう。ナイトバレット。まあ一番人気だと思ってたやっぱ一番人気ですね。えー、まあ前走えー、オープンクラスディバインコードに、えー、上がり最速で、えー、そうですね。あの、勝ち競馬してたディバインコードに対して外からぶっ刺して勝ってます。えー、強い内容だったと思います。えー、こちらもオープン勝って合計2勝で、左回り確かに専用1回勝って、 るんでえー、実績もああるる程度あるんですけど、えー、この人気、まあ、人気はいいんですけど、安情ですね。中谷さんですね。中谷さんじゃあちょっと、S G 重症じゃちょっとワンパンチ足りないかなと思ってます。うん、まあ、実績は、えー、いいと思うんですけど、やっぱり人気と中谷さん、あと客室もちょっと後方からの競馬になるんで、こちらも高速スレートと同じく、この競馬だったらちょっと明日、 中京戦4やったらちょっと置いてかれる競馬になるんじゃないかなと思ってますね。うーん、まあ、メンツ見てる限りね、確かにちょっと先行争い激しくなりそうなんですけど。えー、それでも、えー、先週の場を見てる限り、前半34、えー、秒、そうですね、34秒前半できたところでまだ前有利な馬場,場だと思ってるんで、ちょっと、 えー、3年前ぐらいですかね、えー。前半33秒とかね、異常なペースになった場合は後ろから届くんですけど。34秒台前半出るようであればもう前々である程度決まってくれると思いますね。確かにちょっと先行が多いのは気になるんですけど。うんえーん。そうですね。個人的な理想としては、 えーっと、このジャッキ、ジョーストリクトリーとかより、このレジナ・ホルテとかですね、ここら辺中枠あるいは外枠に巻きたがる馬がいそうなんで、そちらにぜひ参っていただいて、この黒三角本命が足5番手競馬ぐらいできたらちょうどいいんじゃないかなと。で、4コーナー回ってきて、ちょっとだけ外、バボの三部ところから押し切る競馬がありそうです。 はいで18等なんであ16とかなんでまた多等数ってことで a、えー、外一挙はもうほんまに先週見てる限り決まらんと思うんで、えー、もしこれ、えー、そうですねある程度ハイペースじゃないのに、えー、なんで外が決まんねんっていうババなってたらこれ JRA のおばあちゃんが、えー、頑張って砂いじ、えー、芝を思いっきりほじくってたと思ってください、まあ、そんな陰謀ないと思うんですけどはい先週、えー、見てる限りほんまに早い時計だ 1> 1分19秒6でしょうちょっと異常でしたんで、そうですね、まあ、それでも、まあ、ここら辺も早かったんやけどね、3年前もね、来れたら前半が33秒で引っ張ったあれやからね、ちょっと去年はちょっとフレボーだったんで、ちょっと度外視として、えーー、2年前もちょっとまあ芝重いんで、あんまり参考にならないんですけど、こちらもだいたい前目で決まっとる。 前半、ややもで34秒目は来たけども、まあ、ある程度前で決まってるんで、まあまあまあ、そうですね。外から来た、やっぱ外枠ちょっとしんどいんですね。踏みのムーンで4着なんで、それ考えるとやっぱりある程度内、ちで決まると思ってます。はい。だいたいでもここまで遅い人来たてあれやね。真、まあ、逆に外からなんかさせてくれないね、これね。もう嫌や、これ。もう嫌。もう今年嫌。はい。ということで以上、6等ですね。で、 えーっと、行方ですね。えー、っと、本命対抗。ちょっと今回、ここだけ買い方ちょっと変えてみました。えー、フォーメーションを3連服します。本命対抗主軸で、えー、あと相手6等ですね。えー、印の6等。で、こちら同じ。266ですね。フォーメーション通すね。で、これ16点なんで、えー、っと、5000の16点で8万円。あと、馬タン。 え本名、ジョーストリクトリーから、え、印5等、残りの5等に2000円かける項で1万円。で、3連単をですね、対抗の、えっと、誰でしたあれ。ボンセルビーノから、3連単でこちら買います。え、こいつ様やったらうま安いんで、こちらを3連単で5等、え、こちらも5等ですね。5等流し。500円かける20点で、え、これで合計10万円と。 とということでこでちらになってます、えー。明日は1レースだけですね。重症はね。はい。えー、そうですね。あさってが2レース。えー、月曜日はあるんですね、月曜日が1レース。まあ、一応変則開催なんで、一応ね、えー、3日間で2レースずつなんで、まあ、2回戦ずつか。お前は助かりましたね。これ3日間開催の3競馬場、3つ、どんどんどんってやったら、ほんま苦しかったんですけど、まあまあ、これで余裕があるってことでね。 はい。まあ一応3連戦ってことで、初戦は白星欲しいですね。えー、プロ野球じゃないんですけど。えー、3連戦初戦敗白星スタートがいいですね。当たるかなこれ、フォーメーションぐらい当たっとしな、3連覆かしな。この6等の他に暮らそうるんかなってとこですね。結構、もうほとんど人気通りだと思ってるんで、あとはその頭がね、本命とか体、本命特にですね、予兆ストレクトリーが来てくれたら、まあまあ、 えー、いいんじゃないかなと思ってますね、頭でね。はい、えー。ということで、えー、っと、まあ、これの結果はまた明日、えー、明日の大商殿のスプリングステークスの、えー、本ちゃんのとこで、多分結果紹介すると思うんで、明日また夜お会いしましょう。ということで、えー、ご清聴ありがとうございました。